まあ、こうしておいて、ちょっとこれを見て、前回は20時半にはやらないって言ってたのが現実になった。間に合わんかった。おい、これ遅刻の原因だろ。そうです。思ったより時間かかっちゃった。っていうかこれスマホで見てる人多分地獄だろうな。細かみたいな。とりあえず育成した状況だけ、まあ、ここまでにはなったよっていう報告をね、育成始める前にメモっといて、でさっき見たって感じ。で、あ、しまった、ミリアムのとこにかけてないけど、ミリアムも二術合成できてんだよね。これがさ、これが自分のさモチベーションになるんよ。なんかこのちゃんと伸びてるっていうのが分かるから、記しておけば。クローディアずっと冒険してるのに伸び低いよね。結構低いね。結構低い。まあ、もともとは、ヒットポイントがトップだったんだけど、そりゃそうだよね。1からいるんだもん。でも、抜かれたね。脳筋って言ってたから、マジで弓奪おう。1個剥ぎ取って売ったわ。あ、でも BP がいいんだよ。クローディアは BP が良さそう。なんか、腕力はトップになったけどね。で、ここでちょっと調べ物をしようかな。各ステータスにどんな意味があるのかっていうのがちょっと分かりにくいからね。で、絶対ロマサガと違うからさ、ロマサガ3と。今、ググってます。公式サイトの説明にありそう？今知恵袋見ちゃった。なんかめちゃくちゃ厄介なんだよ、本当に。このステータスが分かんない限りは。例えば腕力トップのクローディア、腕力意味ない。いや、意味ないことはない。腕力は、斧、大剣、大型剣とか体術を使った時に敵に与えるダメージ量だったりとか、攻撃の命中率。武器の重量の武器の重量の4倍以下だと命中率が下がります。無理だよ、こんなの。あ、武器の重量か。武器の重量の4倍以下だと命中率が下がります。らしいわ。あの、今、無意味だって言った理由が、斧、大剣、大型剣とかって書いてあったけど、じゃあ、弓とか極刀は器用さの方なんだよな。クローディアが大剣持てば解決か。確かに。もうムキムキだもん。そんで、あ、でも器用さも高いね。高い高い高いからまあいいけど、器用さトップはホークだね。50になったか。そう、ようやくね、50に到達したやつが現れたから、それは良かったんだけど。器用さは、まあ、細い剣、細い方の剣ね、と極刀と弓じゃんね。で、細い剣は確かに持ってる、最近持ってるけど、でもフォークが使ってるのって確か片手斧なんだよな。
だから腕力がもうちょっと欲しいところ。んで、まあ素早さは素早さだろうね。素早さだと回避率か。で、体力ね。体力は、ちなみにパトリックさん11なんやけど、体力は、数値が高いと、肉体的な状態以上、肉体的な状態以上、あ、毒、暗闇、眠り、悪夢、気絶、麻痺、石化の自然回復が早くなる。あ、石化って自然回復するんだ。なんかFF とかだと石化したらほとんど終わりじゃん、確か。これ治るんだね。肉体的な状態上の自然回復が早くなる。体力、体力。体力は、おわ、ガラハド。ガラハド51じゃん。で、ガラハドは石化とか毒になってもほっときゃいいという感じかな。で、あと、あとはあれだよね、その、ま、知力は魔法攻撃だとしても、精神、愛、魅力が、めちゃくちゃ厄介だけど、精神が、状態以上に対する抵抗力。状態以上のかかりにくさってことかな。まあ、ちょっと、ガラハドは必中でかかると思った方がよくって、パトリックはかかりにくいという感じかな、精神なら。あと、まあ一部の技のダメージ量にも関係するらしいけど、まあ使ってないからいいや。生命波動とかだから。で、愛が、愛は味方に癒しの術をかけた時の、その回復量。愛たっぷりなのがパトリックだから54。もうすごいもんね。54。となるとミディアムがもうちょっと伸びるとありがたいけど、ミディアムね、愛全然伸びないんだよ。素早さとか結構伸びたけど、知力も。愛がまるで伸びん。で、他にも愛。自分以外の仲間に対して、ディフレクトが発動するかどうかにも関係するらしい。人を守ってあげられるかどうかだ。じゃあ別にアタッカーにあってもいいってことか。ミリアムはどう見ても攻撃的な、攻撃系なイメージ。そうだね。知力も51になりましたし、魅力も伸びたけど。魅力は、状態以上の魅了状態。魅了の術をかけた時の成功率、かけられた時の抵抗力は意味ない。素早さ、素早さが一番大事だな。でもどこを見てもクローディアのハンター卒業が濃厚だどうしよう、狩人になっちゃったけど、まあそれか、ここまで伸びたなら、なんかステータス2周目引き継がんかもって言ってたけど、引き継ぐのもまあありっちゃありか。で、違う武器も足したら他のステータスも伸びるはずだからね。で、ジュエル結構また使い切ったんだよな。てかこれ見てよ。総獲得金69,334、総獲得ジュエル3,278。これどこ行ったんだろう。虚しくも消えていってしまったと思われる。だって今702品、ジュエル89。今大体泥棒してるから
あ、詩人本当に返してほしい。詩人、あ、そうそう、今この画面見て思い出した、あのシナリオ進行度一周したわ、パリしてる間に一周しちゃったので、別にもうどうってわけでもないのかな。で、敵強くなったよ。てか弱いのもいてバラバラ。サルイさん待ちぼうけ。あ、これはマジでやばい。これはあの、すいません、煙玉全然ないわ、やば。弱い。極東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 、ここからはね作業だから適当にやっていきましょう。クローディアが何かボソボソしてた。ずっとこれやってるもん、虚無だよ。しかも相当な頻度で逃げてるかな。一応ね確認はした、ちゃんと逃げで進行度は増えない、勝利で増える。ただ増え幅はバラバラで、強い敵と戦ったらたくさん増えるし、相手弱かったら大して増えんしってことかな。チェーンしていくか。一回ねしてね、実はね死にました、めっちゃ死んだ。あ、ここでね、試しにこれ殴るけどさ、どうだろう、最近は逃げるようになったけど、最初のうちは 3,4 回に1回は死んでたかな。あ、死ぬって、あの全滅したってやつね。だってこれさ、やばいもん。なんかでも新しいサガもちょっと興味湧いてきたな。だ、そのなんかこうグラフィックがリアルによってそうだから、それでちょっと悩みものだけど、逃げよ。ムービーだけだと面白そうだったけど、顔面とか立ち絵はいつもの差だ。いつものか。じゃあやってみようかな。え、佐賀の何よりなんだろう、あのなんか一個映像を見た感じだと、映像、うん、画像を見た感じだと確か、あの佐賀、あ、すいません、佐賀フロンティアみたいにさ、技名の連携があったような気がしたんだよね。ってことは、サガフロ寄りなのかな。おお、俺なんか必要ねえな。乱れ節月かみたいなのあった。ってことは、ひらめきもあるから、まあ一緒なのかな。ただなんかあの、サガスカーレットグレイスの続きを見てるんだけど、今んとこ。そうするとさ、あれまた全然違うらしいんやって。もう全然違う戦闘システム。コマンダーバトル系というかなんか、らしいから、そっちになっちゃうのか。でも、この戦闘の画像だと、
普通に戦ってそうだし、ただなんかかなり単性というかハード順に進むみたいな感じになってたけど、興味はあるけど、来年か。ただそれならロマザー2もやりたいしな。死せる選手が行き着く世界はそんなの通り死んだ選手が導かれる世界。ガラハドはいないそうだから、見たことがあるキャラクターがいるかもしれない。へえ、ガラハドはいないらしい。せっかく今ここにいるのにね。一回止まるか。一人だけ明言されるのも面白い。どうすんのね、ガラハドファンでさ、いらっしゃいませ。いないならやんないみたいな風になったら。しまった、ここ物価高いな。あれ、妖精の森、ジェラートは地名3つしか出てない気がしたけど、どの主人公を訪れた世界で何を選ぶか、運や運選択で次に行ける世界が変わるのが特徴らしい。変わる？あ、これ満タンだ。一体どういうことなんだろうね。変わる。なんかいい感じのおじさんキャラいたらやろうかな。死ぬって。この野郎、年齢層、年齢層、そうだな。まあでもなんかフォークぐらい腹おじいさんちょろ。
んだかぼんやりしながらやってたら、この戦闘で3人死んだよね。ちゃんと考えるには考えるか。死ぬって。看護学のジジイ出るの信じていこう。先に言っておくと、この魚、前回探してたこの魚勝てないんで、から何をしているかというと、こいつじゃできないんだけど、即死を狙ってる。こうやって技削るの忘れた。今10月25か。マジでスターオーシャンもうすぐだ。怖くてできん。スターオーシャンの情報を見よう。愛と勇気の RPG 再び。スタモシャの動画見てるやつおる。
まだギリアのテキストしか。よっしゃ、やった。体験版配信中。あ、結構前からだったな。懐かしい。で、イラスト変わってるけど、前のイラストにも変えられるんだよね、確か。アシュトンとセリーヌを使うって決めてるから、いつも決めてるから、あんま後半のやつ使ったことないんだよな。俺から行くぜ。あ、キャラクターちっちゃいんだ。アレンジ。まあ、こんなもんでしょ。岩特攻。岩特攻。岩って何？よいしょ、よいしょじゃない、普通に刺さったわ。あ、てかもうガイドライン出てるんだ。スターオーシャン体験版やってる人いるからかな。あ、いらっしゃい。今はもうなんかスターオーシャンセカンドストーリーリメイクの情報をダラダラ見ながら、技のひらめき、まあ、技のひらめきよりかはなんやろ、ステータスの育成を目指しながらミンサがやってるっていう状態だね。わけがわからん。このメンツでラスダン行くからね。あれは別に精神上がらなくていいんやけど。もう一匹いる。あ、やばいやばい、やばい、死ぬかもしれん。即死が効けば、即死技が効けばいけるかもしれん。大抵死ぬ。 RS しながら見てる。あ、ちょうどいいね。うちにはガラードさんと、てか全員いるよね RS に。 RS にいない、待ってよ、岩特攻、まず岩じゃね？っていうか、RS に出てないキャラなんていないのかな？全員実装済み！セルフバーニング。敵のマジやばい。RS の民が生きているよ。むしろその自分としても RS から入ったから、わあこのキャラ知ってる、このキャラ知ってるとかで結構やってて、でさ、最初にさ、まあ、RS の最初のガチャ1体引けるやつかな、まあいいや。あ、これ岩だね。最初のガチャで引いたのがさ、詩人なんだけどさ、この詩人のデザインがこのミンサガの詩人だった。ミンサがやって気づいた。死んでるんだよ。
うわ、奥にもいるやん、やばいやん。あ、やっばいやばい。逃げるかな困ったら。ほらー敵が理不尽に強いのが佐賀のいいところであり、ものすごく腹立たしい。やめろやめろ。ちょっと即死狙う。そしてバインドも狙う。死んだら逃げやな。配信でやると運がすごい悪いんだろうな。即死が全く効かない。逃げます。クローディアで逃げ選択。今スターオーシャンの配信ガイドラインを見てる。お？フレードロールしようか。もうなんか十分ひらめいたのかな技。よっぽどひらめかんくなってきたな。こいつらは弱いから、そもそもひらめかん。あ、あ、あ、チェーンしなかった。先ほどのお礼はさせていただきますよ先ほどのお礼はしましょう。岩かな。やってみるか。あ、一発で引いた。即死。あ、クローディア一ポイント伸びた。下に何て書いたっけ。アタッカーの、あ、
550から580、全員が420超え。こっちの方がきつい可能性が。化石しびれて足んないな。あ、当たる。ナイス。ちなみに本気は何時から？予想を伝えていい？予想ではこのダラダラ具合だと11時なんじゃないかな。その頃になれば少なくともアタッカーのヒットポイント、あ、やべ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 、あっていうことがなければアタッカーのヒットポイントは網羅できてると、できるようになると思うんだけど。今日で最終回って一昨日の白飯が言ってた。あの吹雪やってきたあいついるじゃん。てかあれのせいでまあやめたんだけど、奥にマグナフィッシュ、あいつの吹雪が500ぐらいらしいんて、ダメージ。なのでゴリ押して500まで、その500超えで育てておけば最悪あの耐性がなくても死なんと思う。だからね、このヒットポイントを目指してるんだ。で、術師は死ぬんだけど、ミリアムが死ななかった理由が分かったし、それをあの、主な回復役のパトリックに装備品を移動させたから、結構ね、作戦はもう、ステータスの伸び以外は完璧なんだよ。完璧かは知らんけど。ちょっとステータスが想像以上に伸びないなっていうだけ。さえ良ければ勝てそうだな今回で。あ、マジか。無駄がけしちゃった。まめにセーブする理由は本当にここで平気で全滅するから。あ、たまにこういう弱いのが出てくるからわからん、よくわからん。
めんどくさいからもう全体でいいや。早く2周目やりたいな。本当に2周目やりたい。絶対もっと自由度が増すのに、こんな死にかけないのに。1周目すらクリアできてないのに、本当ね、1周目クリアしなきゃいけないっていうのが一番大変かもしれん。ほら今の BP しか上がらんかったし、もうこれをクリアしないことにはマジで何も始まらん。強い敵を相手にして出る力が本当の実力だ。何かいた？総流派ってやつから何かきらめきそうって踏んでるんだよな。てかひらめきのなんか調べるか、せっかくだから。これからこれにひらめくよみたいなの結構派生であるからさ。ひらめきがひらめき、こんな簡単なキーワードでいいのか知らんけど。でもひらめきレベルの高いモンスターっていうのがその化石の魚なんだけど、そいつに勝てない。こうなるともうわけわからない。チェインした気がするね。チェインってさ、してもいいんだけどさ、逃げられんからさ。ひらめき確率基準値は15プラスひらめきレベルプラススキルレベルマイナスひらめき難易度プラス、過去クラスナンバープラス経過ターン括弧閉じ。何言っとるやろ。乱数大なり境界値。なんだ、遊びなめるぞ。製氷大変だ。多すぎてわけわからんかもしれん。
い術なんて丸虫って何もやってないけど。怪術無視でいっか。即死かバインドを狙って。かフォークってフォークのくせにフォークブレード覚えてない気が。どうやって覚えるんだろう。あ、トマホークか。トマホークね、覚えてないんじゃないかな。覚えてないと思うけど。あ、覚えてるわ。トマホークが確率としてはいいのか。いや、高速好きからでも別にいけるのか。断ち切りでもいい。通常攻撃でもひらめく。あ、これでいいか。で、この植物に特攻のやつはなんかいいことあんのかな。もう大して意味ないなら消そうかな。これ無さそうだな。これ消そう。で、骨砕きも多分いらないんじゃないかな。あ、でも腕力、相手の腕力落とせるから、まあ、これ OK で。スイッチバックからは、スイッチバックが、あ、じゃあスイッチバック結構いいと思ってたけど、こっちにするか。ホークといえばトマホークだったのに封印してやる。そして封印したままにする。そんでガラハドは、ガラハド結構ひらめいたんだよな。でももっといけるよ。君はもっといける。やり系、あれ、槍系のひらめきが、書かれて、あ、変則多段付きはもうこれで完了形ぐらいか。光の腕も、でも多分やっぱりこの総流派からはなんかひらめくよ。あれ、でもだいぶこれ完成されてるんじゃない。ガラハドさん、あなたやるね。これいらんか。結構この攻撃好きだけど。これでいいや。
イスソードが悔やまれますね。しんどい時が相手の時は頭を使わないでね。赤と黄色。じゃあやっぱ粘り強く総流派行くかで、ホークはこの一人時間差をやるか。でもこんな敵じゃ多分本当ダメだ。やめた。一人きり。全くひらめかんってことはないと思うけど、そんで多分連携しちゃうともうひらめき機会はないから、貴重なヒットポイント吸った。あ、てかあれらしいよ、なんかあのアイスソード装備してたら吹雪打てるらしいよ。吹雪返しをするのも手だったかもしれない。え、なんだこれ。うわ、なんだ4人の陣だ。は？うわ、うわ、今のアラハダは吹雪出してるイメージがあるし、ついてる吹雪出してるんだ。闇の未来もあったらしいよ。てか普通に撃てるらしい。あのこの武器を持つだけで撃てる。いやこれ強いわ。ちょっと待って、もう一回さ。あー敵減っちゃった。これ減ってくることがあるんだけど、今パトリック以外が陣を作ったんだよ。で輪が記憶されてるからここで見て、あ強いな、見てる場合じゃない。やっぱ総量発だったな。で1人時間差、多分同じもので出る陣、なんか同じもので同じ陣が出ることが多い。ダメだ、ほんと多分運次第なんだろうな。あとなんか素早さが一致してるとこかな。あと切りと1人時間差、交流かヘルファイアか、まあ、いや、んなら倒さないと。死んでくれ、死なない。もう一回、もう一回ってか BP が
あ、まだいける。死んで、頼む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 、よし、あとは倒すだけ。なんでこんな命がけで、命がけの雑魚戦って何？あとはこちらもまた雑魚ということか相手から見たらちょっと雑魚狩りしてるのかもしれない。じゃあ総流派の方、総流派の方で、よし、みんな生きて、またクローディアの腕力上がってくお願いだからさ、頼むよ、術の人たちのさ、ヒットポイント伸びてくんないとちょっと困るよ。あ、まちょっと伸びたか。あ、っていうかフォークのヒットポイントが結構きたわ。573、573か。さっきまでが545。金はないけど。LP はまだあるけど、EP、武器のポイントがないな。できれば LP もなるべく使っちゃって。あ、いなくなったんだった。なんかさ、そう、しばらくさ、狩りしてるとこうやって、この湖さ、敵いなくなっちゃうんだよね。で、気づいたんだけど、神殿、向かいにある神殿に入って出てくると復活するんだよね理由はわからん。あ、無理。なんだろう、戦おう。あ、武器壊れた。フォークの武器が壊れた。見てなかった。使えない。こんな海の上で実はそんなこともあろうかと予備があるんですよ、フォークの武器は。まあ、ぶっちゃけると昨日の夜、あのオーディオレクト、昨日の夜武器消失したんやって。で、すっごい焦ってめっちゃ調べて、ローバーンに売ってたから買ってきたんだよね。なんか EP が0になるとこの武器選ぶ画面でその武器選べなくなる、まあ、その状態で買ってきたんだけど、別にあの砕け散っちゃったわけじゃなくてね、宿に泊まったら治った。だから買った後に治ったから余ってる。ほら、新品に変えよう。
一匹なら頑張ろう。まあそっか、即死技ばっかり頑張ってたから壊れたんですね。あいつのしびれが取れるまでひらめきの時間にしよう。別にパトリックじゃなくてよかったかな、ひらめきは。やっしゃ、オーダン。なんかかっこいいの出たな。しびれてどうなった？あ、まだしびれてる。よし行くぞ。トリュフ使えなくなっちゃった。おお。敵に駆け寄っては至近で攻撃を繰り返す。あ、別に使わないかな。しびれ突きから発生シーンかな。がすごいひらめく殴り技。しびれ取れたね。ならばまたバインドをかけるか殺すかだな。あと1時間か。大丈夫かな。結構心配な感じはするけど。ずっとこの画面かもしれん。うん、その可能性非常にあるよ。何せね、ヒットポイントが本当に伸びない。バインドもかからない。あと4で420になるし、パトリックも400超えてるわ。
あ、これ訪れるかもよ、ちゃんと。あ、これ無理。けどさ、シナリオ進行度進んじゃったしさ、あの遺跡の中の敵ってまた強くなったんでないの？え、何これ？一匹いるんだけど。弱い？あ、弱い弱い。クローディアの体力、はい。トリックの BP、 ホークマン力、ミディアムの素早さ、精神。石化のやつがいるから、こいつを殺そう。マッスルキック。ナイス。次、ヌミ。体力、フォーク、精神、ミディアム。なんだろうあれ、二足歩行の。ちょっと心配だから一回全体やるか。飲んでたね、これ。気持ち悪いね、なんかペギーストライカーだって。あ、やばい、これあのデスなんちゃらってやつ、多分さ特殊効果ある技。こいつ自体が弱いといいけどな、技が強い。あ、でも今ので分かったことがあるけど、不死だねこれ。大丈夫だった。あ、ミディアム、ミディアムヒットポイント伸びた。これ多分達成。ミディアムは達成。あっちにした。うん、ちょうど420だわ。馴染みの顔になるのかなこいつ。光の腕を当てて、あ、ショック受けちゃった。
やめてこの野郎。パトリックは回復したいけど、フシいるからな。倒せんな。ここで全滅したら育成やめるよ。こんなとこでブレードロール消費したくないけど、育成やめて進む。もうあの切れて進むよ。BP が足りませんか。どうすか。歯ぎしりうとしね。なんかショックになると技出せんことがあるんだよね。そんなショック受けなくてもいいと思うんだけど、歯ぎしり。よしよしよし。なんかガラハドって面白いよね。いやまずいわ。あ、なんかそういえばデスクリップってあったね。タガフロであったわ。あの宝箱開けてさ、敵が出てきた時にさ、そいつがなんかやってた気がする。あれ強かったんだよな確か。やっと倒した。いや、もっと伸びてほしいわ。倒した、下行く。全滅しなかったから、もうちょっと育成を。したいけど、微妙だな、今宿で休むと。いらっしゃいませ。お泊まりですか。眠り玉袋まだいいか。いらっしゃいませ。化石のやつが落としたやつ高いな。これは残した方がいいのかな。レアかな。さすがに残しとこで、この辺は売っていいと思う。あ、でもこれ微妙だな。よし、金が2995まで復活。けど、そういえばミリアムの装備が1個欠けてんだった。手が素手や。なんか買ってあげる？
いらっしゃいませ。レザーグローブとかでいいんじゃない？ないよりは。あ、強さが落ちる。うん、いらっしゃいませ。いや、大したのないな。これ何？あいらっしゃい。あ、いや、近道はない。ちゃんと育成に戻ろう。あ、妖精のなんかなくなったな。バインドがかかるまで粘ろう。やばいやばい。かかった、よし。かっこいい技ひらめきますように。クローディアはかかとを切り続けよう。すごいじゃん。なんかメイスの技こんなにもたくさんあるじゃん。適正ないけど。待って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 。ああ、まだしびれてる。即死技を打ったり、バインドかけたり、いろいろする。あ、死んだわ。器用さ、精神、魅力。くそ、なんでカラードの知力上がるの。ミリアムのヒットポイントアップした。ひどいな。狙い通りに上がってほしいな。クローディア542、パトリック407、ガラハド541、フォーク573、フォークミリアムクリア。あ、これまずい。なんか乱戦だけど行くわ。
あのサガシリーズの敵の強さってこれ正解なのかな。なんかあのミスをしちゃって、実はミスをしちゃって強くなっちゃったよとかじゃないのかな。これは間違いだったと信じたいんだけど。他にも道中の敵が理不尽に強いゲームとかあんのかな。でも普通はレベル制だからそんな大変な目にはあんま。FF8 はレベル制じゃなかった気がしたけど。殺せた。体力、魅力、ピーピーク。うわー、素早さか。伸びない。これ伸び悩みなのか。敵を相手にして出る力が本当の実力だ。よし。やばい、あと30分。バインドはもうやめよ。このブレスが。俺から行くぜ。あ、よかった。ヤシャファイヤ腕力愛まあでもガラハドの愛が上がってくれたら確かにディフレクトにはなるかな。あ、やばい、全滅して進む未来見えた。あ、まずい、本当にまずい。一生砕こう。なんでこの魚と一緒にさ、かなり強い竜が出てくるの。しびれて、本当に死ぬな、これ。でもやっぱり即死技はやっといた方がいい。し、バインドもかけた方がいい。絶対、絶対。一体削らないと本当に。あ、違う、ホークの頭間違えてた、やばい。なんか連携した。マインドかかれ。かかった、よし。かかったら
ボス戦じゃん、もう普通に。かかったら今度こっちを。そろそろヒールだ、ヒールヒール。こっちこっちこっち、これ即勝だ。死んで。うっ。まだビリビリしてる。ほんと死んで。頼む。こいつは多分体力が少なくなってくるとロックキャノン連打なんだよね。まだしびれてる、まだしびれてる。じゃあ本当に、ちょっとお前もバインドにかかれ。いや、まだまだバインドかかってるから、やばい、また EP がなくなる。あれ、葬式か。ファンならちょっと隣のやつにやるけど、行こう。あ、 BP が足りん。やばい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 、溶けちゃった溶けちゃった溶けちゃった。わーわーわー、死ね。逆に殺される、逆に殺される。バインドありき。あ、ちょこれダメかもしれん。ここまで粘ったのにダメかもしれん。一人でも行くぞ。一人倒した。なんかボス戦じゃん、もう絶対に。絶対これボス戦。無双、無双ね、まだだった。なんでこんな必死こいて倒さなきゃいけないのか。なんかレベル上げって普通はやばいよ。
普通ボタン連打で済むような感じなんじゃないの。糖分が必要になってきた。あー回復足りないし、待って、殴ろう、防御しよう。ガラ波動を生かして、このループ何、やばい、怒ってる。あのね、ヒットポイント削りすぎるとこうやってこうなるんだよな。なんか相手の動く回数がすごい増える。なんで4回もやんの。よかった、ガードできて。ほんで BP 増えたっしょ。 BP 増えたから回復したいのは山々だけど、いや回復するわ。多くだな今度は。これで死んでくれたらいいよ。よし、あ、よくない、クローディア早すぎた、ホークが早すぎた、全然飲みん、もう EP がない、帰らないと。あ、敵もいないや。普通にあの育成中でも動き出さなきゃいけないんですね。よくわかりました。いらっしゃい。何かお探し？売っていいかな、売るか。何かを探し？手があるな。アーマーグローブ。斬撃に強いが強さだ。これあれか。いらっしゃいませ。弓すごい。あ、何これ。え、初めて見た、ここ。ここの店なんか弓やばいぞ。まあうちのメンツ使わないけど。クジャラと弓ってやばくない ？1999。1999。こんな強いの？見てみよう。強いけど、この戦闘弓の倍以上出す必要あんのかな？買わないよ、買わないか。ジュエル192まで伸びた。所持金3416金。いらっしゃい。でさ、クラス。あ、弓単品でも訓練、修練できるな。しといてもいいけど、あんま使わない。ガラハドも今の技で十分いいもんな。BP がちょっと足りないくらいで。フォークなんだよな。気になるのは。まあ、ちょここではできないけど、なんで赤いんだっけ。え、水じゃなくて火の術修練したいんだけど。おい、ない、休んだっけ。休んでおらん。いらっしゃいませ、お泊まりですか。眠り玉袋も補充。24時間やってるわ。普通1プレイってもうちょい短くない？クローディアが500。
あ、でも伸びたね。ステータス見てみよう。腕力50から52、体力も伸びたし、4伸びたし、あ、なんか愛も伸びてるわ。全体的に伸びてるね。知力が本当に1ミリも伸びんけどね。トリックも、まあ、体力も1増えたかな。ヒットポイントも10伸びてるし、 BP でもこんなに貯めて使うことないからな。脳筋だし器用さは変わらん。あ、ちょっと素早くなって、知力がさらに上がって、あ、精神も51になったか。愛と魅力やば。55、これ結構伸びたよ。結構伸びたけど死にやすそうだな。ガラファド528から541に HP 伸びた。まあ BP は別にいいや、これでいい。 BP はどっちかっていうと、その緑で書いてあるプラス3っていうのが1ターン終わるたびに増える BP の数、回復する BP の数なんだけど、これがね、これが低いとね、強い技連発できないんだよね。それに死んじゃうと BP ってその不利で、一回倒れちゃうと削れちゃう状態、削れた状態でスタートしちゃうのかな。だから例えば回復役の人が死んじゃうと、起きた直後に自分の回復技が打てないっていう状態になる。まずい。てか素早さ50まで来たじゃん。早くなったね。まさか体力の次に素早さが上がるとは思わんかった。愛もさ、なんか最初なんて35だったのに41になって、さっきもディフレクト発動してたしさ、なんか知力も伸びたけど精神も伸びたわ。ばらつきが出てきたな。で、あ、ホークも腕力50組になったわ。ワラハドも装備でプラス3されてるから、全員アタッカーが全員腕力50になったね。ヒットポイントは一番伸びてるな。これでいよいよいけるな。まだ平均500てか、アタッカーがあとちょっとヒットポイント足りないな。体力も伸びた。良いぞ。器用さも上がってる。素早さ変わらんか。もうちょっと速くなってもいいかな。みんな速くなっちゃったし。精神、愛、魅力伸びたね。あ、愛伸びてもいいよ。なんか、フォーク一応あの、回復術持ってんだよ。覚えやすいから、海賊ってことで、なんか、ウミンチュみたいな、そこに書いてあるけど、バンダナつけてるし、この間もらったさ、水流の指輪をもらったし、出たし、なんか水系の装備してて、で、回復術も癒しの水を覚えてるはず。覚えたっけ？ミリアム。ミリアムはヒットポイントがよく伸びた。よくぞここまで伸びてくれた。体力少し伸びた。あ、器用になった。39から41、素早さ37から40。体力も1伸びたね。精神に至っては39だったのが44まで来てる。愛も伸びた。人に愛を配れるようになった。魅力はもう、魅力はガンガン伸びていくわ。この人ほっといても魅力伸びる。ちょっと素手だけ気になるけどな。これ本当にあとちょっとだと思うんだよね。てか自分の定めたライン的にはあとちょっと。実際にこれでいけるかは知らん。でもどうせあの下に書いてあるステータスになる頃には耐えられなくなってるから、だからそこでやめようって決めてた。それが目前に来てる。もうちょっと粘る。もうちょっとだけ。
もう二度とやりたくないってなる手前まで頑張る。セーブし、ここでセーブした方が楽なんだ。ちょっと鬱陶しい相手来たな。若干鬱陶しいかな。まあいいか。いける？レベル上げはまあ確かにする。あ、ステータス行きつけばさ、ここで頑張る必要ってないんじゃない？今後。いや、そんなことないな。どうせまたさらにステータスの伸びが上限解放されて上がるようになって、またここにこもる日々だよ。一応1周目は1ポイント600前ぐらいで頭打ちになるらしい。で、各ステータスも60未満ぐらいでだいたい止まる、伸びなくなるらしいから、まあ限界まで育成しようと思ったら1ポイント600弱のステータス、各ステータス50弱、あ、60弱。お前精神伸びるなよ、ガラハド。これ4回逃げた方がいいかな、そのリセット的なあれで。いや、伸びてもいいけど、なんか他にも伸びてほしいものがある。カエルや、カエル特攻どっかにあったんだけど、しまったかな。あ、かかと切るか。マジで総流派からはなんかひらめくって信じてる。ボス戦でひらめくかな。強いわ。あ、さっきの連携、さっきの4人の陣何とか忘れた。でもあれから技何にも封印してないから多分大丈夫。パトリック以外のみんなで連携したねっていう話だった。恐竜来たな。1回だけブレードロールやって、強っ。おー、かっこいい。よし、来たな。ひらめきの、まあでも殺されたら元も子もないから、今回も一応即死技は打つって言ってると一発で倒すんだよね。精神がアップ、魅力がアップ、知力がアップ、魅力がアップ。あ、来た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 。ガラハドの1ポイントアップ、フォーク体力アップ、ミリアム、ミリアム1ポイントアップ、一周復興ゲット。ガラハド一応ギリギリクリア、550。強い敵を相手にして出る力が本当の実力だ。
こんだけやってやっとそうだよ、パトリックなんて多分もう無理だからね。パトリックにはその吹雪対策装備をも出してるから、まあ一応いけるっちゃいける。ラスボスは知らん。ようやくガラハドが、あとクロディアがあとちょっとなんだよ。さっき弓技を使っちゃったっていう履歴があるからどうなんだろう。なんかね、その技によってヒットポイント何が伸びるっていうのは一応、さっきブレードロールやっちゃった。なんか一応記してある。どこやったっけ。こいつバインドかからんな、多分かからんな。弓を使うと、あでも器用さが一番伸びやすくって、次にヒットポイントか精神かっていう分岐があって、あんまり期待できないのが腕力、素早さ、魅力か。次頼むで極東装備すると優先がヒットポイントもしくは腕力、この次が BP、 体力、器用さ、素早さか。の割に結構腕力、だそのパトリックが伸びないのは術使ってるせいだよね。BP、 器用さ、もうセーブして、岩投げ叩きつけマン倒せた。え、岩投げ叩きつけマンだったっけ、あの前回のって。吹雪以外の時それやってた。パトリックは愛だから、そうだね、愛、慈愛の人やね。そろそろシンボル減りそう。あ、やばっ。案内とアローでいっか。遺跡でスタンバってたやつって認識合ってる。あ、そう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 、まだ倒してない。そいつのためにそいつの吹雪がどうも500前後ダメージっていうのは決まってるっぽいから、500超えかな、最低500かな。そのね、対策のためにヒットポイントを伸ばしてる。伸びん、あと8分です。うっそマジで伸びん、本当にやばい。っていうかね、違うんだよ多分ね、これね、一戦一戦に時間かかりすぎね。そこが問題だと思う。まず もっとサクサク倒せたら試行回数を稼げるのに。これが厄介だよね。もうちょっとだけ優しい敵であってほしい、優しい世界であってほしい。でも今日全滅してないね、珍しく。昨日の夜やってた時なんて本当に秒速で散っていたけど。俺から行くぜ。これから全滅するからね全滅しないためにやってるのにこんなもんでしょ。虚しい。目の前に敵いたっけ。いたわ。なんでまたフラグ立てようとすんの。これだってラスボスでも殴りに行くよ、絶対に、絶対に行く。一体一体、基本一体一体倒すか。あ、でもまだ EP に余裕あるから即死できるならするか。
プレス鬱陶しい。あ、これ即してなかった、また間違えた。まだ大丈夫。こいつ倒れない。でもまあこんなやつ上から3番目に強いだけの敵だから、4番目だ。早く倒したいな。あ、あれ覚えてなかったっけ、旋回劇。久々にひらめいた。最近なんかパトリックばっかりひらめいてたから。まだいっぱいになった。あ、なってるね。これ全体だっけ。ん、敵単体なんだこれ。これしまおう、後で。いらないでしょ。いらないね。で骨砕いて、やっと倒した。 BP しか上がんない。ミリアムはまだまだ成長します。いい感じに。542、あと1回ヒットポイントがアップっていうアクションを起こしたら、多分これで達成すると思うんだけどね。クローディア、あ、もうこれ無理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 。あ、しまった。戦うっておっしゃったから戦うわ。マインドかけるわ。あ、封印するの忘れた。この魚は本当にひどい。マインドかかって。かかんない。おお。もう蹴散らずに行こう。でもこんだけ出てくるなら別にいいけど、いいけど、ぜひ、ひらめいて。なんかもっといいやつあるんでしょう、これより。よし、回り倒した。もったいない。あ！減らし始めると急にプレイが雑になるね。え、待って、今一番頑張ってるよこれ。そしてヘラヘラしてるってなんだろう。今は気合を入れてない状態で戦うって言いながら、実はめちゃくちゃ気が抜けない戦いになってる。最初のうちは適当にやってたんだけどね、何回もバタバタ死ぬから。こう、しかも本当にね、ぼーっとしてると一人死んだまま終わっちゃったりして、めちゃくちゃもったいないんよ。で、ちょっとこいつはもうマジ本当絶対バインド、絶対にバインド。やめろやめろ。
誰かと怯えてる。よしって言いながら一人倒れたもんね。そうそう、完璧だって思ったら普通に死んでるじゃんって。これ4回やるんかな今。あ、3回か。暗い。よし来た、治るなよ。じゃあひらめきますか。ちょっと回復も入れて、あ、ひらめけない、こっちだ。連携しちゃうとちょっとダメだな。よし、まだだね。あ、ひらめいてほしいやつらが。まだバインドあるから、流派だと思うけどな、ひらめくの。タワーでひらめけないよ、縛りの。うん、縛りだなこれは。次、まあひらめいた方だけど。倒しちゃった。倒せるようになってきた。あ、あ、1ポイント。ガラハドホーク1ポイント。ミリアム、あー他が伸びない。唯一伸びてほしい二人が伸びない。しかも今魚来た。ええやん、ええやん、ええ、まあ確かに別に伸びてくれる分には全然いいんだけどね、全然いいんだけど、ちょっとね期待とは違うんだよな。ミリアムは伸びしろです。もう一ポイント、まあまあ来てるね。魚が刺さってくる。これこれ余裕、余裕だから何も伸びないかもしれないけど一応やるわ。あ、朝の封印忘れてた。真ん中の鳥はあんま知らないな。そんな強くないか。全然弱くない、弱くないじゃん、強くないわ。飛んで一掃した。あ、まだいる。あ、追い抜いちゃった。逃げます。という感じで一応目安時刻が来ましたね。